クロービス危険録。はい、じゃあ始めていきましょう。よろしくお願いします。で、まあね、先日の上場おめでとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。で、まあ皆さんご存知だと思いますが、まあ、一応こうちょっと事業概要みたいなところをご説明いただいていいですか。はい、はい、そうですね、まあ、弊社はですね、宇宙、その中でも、まあ、月をですね中心とした事業をやってまして、まずはですね、月の、輸送サービスから始めるということで、先日ですね、最初のミッションも残念ながら着陸はできてませんけども行ってます。でただですね、輸送というのは最初の入り口であって、弊社としてはですねこの後データビジネスですとかを、さらに、やっていって、で最終的にはですね月の資源を使えるようにしていく。で特にですね水資源があるというふうに言われてまして、まあ、昨日ちょうどインドの着陸船が南極に着陸しましたが、その南極にですね水があるというふうに言われています。でその水をですね水素と酸素に分けると、ロケットの燃料になるんですね。でその、水素酸素の燃料をで宇宙にガスステーションを作ることができると、宇宙の輸送、コストをですね大きく、下げることができます。で今は、まあ、スペース X とかすごいロケットのコストを下げて、宇宙に行きやすくしてますけども、その単価を減らすのも重要なんですけども、物量もこれから減らしていかなければいけない。特に宇宙で活動するとなると、宇宙でこれから燃料の消費量が増えていきます。で人間を乗せるのも100キロぐらい乗せるのも燃料はもっと数十倍必要になってきますので、ほとんど燃料を今後ですね打ち上げるようになってしまうと全然経済合理性がなくなってしまいますので、そういった燃料、重量がですね出るようなものは宇宙で取って活用していくという世界になっていくというふうに思ってます。でそれをですね我々作っていこうということで、ただいきなり作れないので輸送サービスから始めようというふうにやってます。まあ、お聞きになって分かる通り、もう SF の世界というか本当に壮大で、これ最初に、まあ最初はプロジェクトから事業始まっていると思うんですけども、じゃあ法人化して代表就任みたいな時に迷いはありませんでしたか？なんかもうちょっと手堅いビジブルな事業やろうかなとか、そういうのってありました？そうですね、実は自分自身が起業するとあんま思ってなかったっていうのが実は根本にはありまして、2010年に会社合同会社で最初作ったんですけども、最初はグールナエクスパイズというプロジェクトに参画するということで、ヨーロッパで主体のチームがあって、それに日本から協力するということで作ったんですが、その時は実はあんまり自分コミットしなくてですねその当時コンサルティング会社働いてたんですけど、それをやりながら、二足のわらじで副業的に やり始めたというのが最初なんですね。で、ただ2年ぐらい経ってですね、ヨーロッパが活動をやめるっていうのもあったんですけども、そろそろですね自分でコミットしてやんないとなかなか加速しないんじゃないかというふうに思ってですね、最終的にはコミットしたんですけども、少し話を戻すと、その自分が社長になるっていうこと自体ももともと考えたわけじゃなくて、この最初その合同会社建てようって議論した時に4人いたんですね。でみんな副業でやってて、でみんな忙しそうで、大学教授、広告代理店、自分で最近なんか事業始めた人で、これそのままやってたらバラバラになるなとで自分の働いたコンサルティング会社が、結構ちっちゃかった、ブティック系だったので、社長に言えばちょっと融通きくかなと思って、こういううちのプロジェクトやりたいんで、週2日こちらに時間くださいって言ったら、いいよって言われてですね、じゃあ週2回、あと週末入れて、時間があるので、一番時間のある人がやった方がいいだろうというふうに思ってですね、自分が結果的に手を挙げたというところです。でもこれ最終的にフルコミットになると思うんですけども、そのタイミングでの迷いとか、なんか決断のポイントは何だったんですか？そうですね、一つはですね、そのグールナエクスプライズっていうコンペティションに出ていて、でそれがその当時ですね2017年ぐらいに期限だったのかな。で、違うな、2015年が期限だったんですよ。何回か実は期限が後ろ倒しされてて、その2012年とか13年に決断した時は2015年ぐらいだったと思うんですけど、15年16年、で、あと 2,3 年で結果を出さなきゃいけないと、そしたらもうここで加速しないともう成り立たないなというふうに
まあ、それでも遅いんですけど持ってですね、まあ、決めたと。でその時にフルタイムにしたもう一つの理由がやっぱりお金を集めなきゃいけなくて、で自分がフルコミット して退路を断たない限り投資家なんて説得できないというふうにまあ思ったっていうのがですね、はい、背景にあります。その時点からいわゆる今おっしゃっているそのムーンバレー構想みたいなところはまあ語ってたのか、それはこう後から追いついてきて仕上がった構想なのかというと、そうですね、ムーンバレー構想自体は後からできたものですね。ただその 100% コミットするときにその会社も合同会社から株式会社に変えたりいくつかやってるんですけど、でその時にまあボランティアベースでみんな関わってたんですね。でボランティアのメンバーに深川さんあなた何したいんですかって聞かれたんですね。で、ビジョンが必要なんだというふうにその時思ってですね、でじゃあビジョンを作ろうと。で、まあ、確か年末だったと思うんですけど2040年とか50年がどういう世界になるかっていう本をいくつか読んで、じゃあこれから宇宙がどうやって変わっていくのかなというのを想像して、でその時に作ったコンセプトが人間が宇宙に生活圏を築くだったんですね。でそれを今、まあ、ビジョン の中心軸としても続けていて、まあ、ビジョンとしては表記としては Expand Planet Expand Future って言ってるんですけど、まあプラネット地球を拡大していって、宇宙まで拡大していって未来を拡大していこうっていうコンセプトなんですが、まあ、それは人間の生活圏がどんどん宇宙に広がっていくというのをイメージして作ってます。なのでその頃にですね大きなコンセプトとしては固まったんですが、ムーンバレーみたいなもうちょっと具体的なのはですねシリーズ A とかを考えていた時にもっとこう世の中に理解しやすいこうコンセプトを打ち出した方がいいんじゃないかということで出してます。あと最初のタイミングでは割と何ですかね、もうランダーを作るっていうそこにフォーカスしたコンセプトでまあステークホルダーを巻き込んでいったっていうそういう感じなんですか。ですね、最初はですねその2010年に始めた頃はランダーではなくてですねローバーという月面に降りた後のロボットをやってたんですね。でランダーの方はヨーロッパでやるって言ってたのでまあ一応任せて、でまあローバーをやってた経緯は一緒に始めた東北大の吉田教授の研究室でそのローバーの開発をしてたのでそれをまあベースにやろうということで始めてます。でヨーロッパのチームが抜けた時に一回意思決定のタイミングがあったんですね。まあそもそもこのグナエクスパイでやめるか、それともランダーまで作るか、もしくはまあこれ最終的に決断しましたが、まあ、ローバーだけにするか。でその時、自分はですねランダーをやらないっていう判断をして、というのも、ランダーまでやるとめちゃくちゃ金かかるんですね。まあ、その当時ヨーロッパのチームは50ミリオンユーロぐらい必要だって言っていて、でなかなか自分の力でその当時、まあ、50ミリオンユーロ、まあ、日本円だと、まあ、60億円ぐらい、だったと思いますが調達するって難しいだろうと。でローバーだけに絞ればなんとか小型化すれば多分10億円ぐらいできるんじゃないかというちょっと目論見があったんですね。でその10億円だったらなんとか集めてやろうとで、まあ、ローバーに一時期フォーカスをしましたと。でただそれでグーナエクスパイズをやっていたら着陸船をですね他の競合からスペースを買って買うんですね。まあ、我々が輸送サービスしているように他も輸送サービスやってて我々はそれをお客さんになってたんですけど、その、着陸船側が今度は、ミッションが変更になりますと打ち合いが遅れますっていうことを言ってきて、そうするとグーナエクスパイズ の時間軸から外れてしまうと。でそこで、まあ、赤浦さんとインキュベートファンドの赤浦さんと話した時にじゃあランダー作っちゃいましょうって言われてですねこれから本格的に事業をするときにやっぱりローバーだけだとビジネスのリスクが高すぎると、なのでランダー前作っちゃいましょうと。で、ランダーをじゃあやろうというふうにまあ決めてじゃあランダー作るにはお金が必要だねと。 で100億円の調達仕様に続いていったということです。なるほど。これこう、まあ、いろんな外部環境とか、まあ、それこそその周りの方々のなんだろうな影響って言ったらあれですけど、結構その辺をこう見極めながらいろいろ選択されてる気がしたんですけど、今の話伺ってなんかその中でもこう一番譲れない基準みたいなの持ってたりするんですかね、事業選定とかテーマ選定において。そうですね、まあ宇宙をやるっていうのは譲れないところかなと思ってます。まあそうですね、まあ、昔その
まあ、いつ頃だろうな、まあ、それこそ2015年ぐらいかなに、まあ、経営陣で議論してたのは、宇宙以外の事業に手を出すかどうかそのローバーの技術って、他の地上 そのメンテナンスとか建設とかで使える可能性があるわけですね。でそれをやるか、いやそれやらないでしょと我々はやっぱり宇宙をやりたくてやってるんだと。なので、そこはもうあえて手を出さないと、まあ、一応調査はしたんですけどね、調査はずっとしてたんですが途中でもう手を出さないということにしようという、まあ、意思決定をしたりはしてます。これ宇宙って言っても、まあ最初まあ、新宇宙含めてこうなんだろう、もうグローバルとか関係ない規模でやるのもあれば、まあ、ある種こう日本のクライアントとかにこう絞って事業展開するっていう方法もあったと思うんですけど、なんかその辺のこう選択の考え方とか基準ってあったりするんですかね。そうですね、まあ、自分自身がもう宇宙やるには日本の基準で考えちゃダメだと元から思ってたっていうのはあります。まあ、そこの根本にあるのはやっぱりマーケットが小さすぎるんですよね。日本のマーケットが小さすぎてここで成長は難しい、これだけで成長は難しい。まあ、いろんな数字があるんですけど、その時思っていたのは多分日本の本質的なマーケットってグローバルで見たら多分 10% いってないんじゃないかと。でこんな小さなところでしかも、まあ、感が強い中でやっててもなかなか、まあ、成長できないなと思って、まあ、グローバルでやっていたのと、まあ、あとどうしても宇宙業界はアメリカが主戦場なのでここを抑えない限りやっぱり難しいだろうというのは、はい、もともと思ってたところです。これ、まあ、主戦場がアメリカかつ、まあ、グローバルの戦いの中でこう日本初のチームでやったことのこう、まあ、メリットとかあとデメリットってなんかあったりしますか。そうですね、まあ、場所としてはですね日本初になっていて、まあ、日本人も多いんですけど、じゃあ最初から本当に純日本だったかっていうと自分はそういうあんまりイメージを持ってなくて、冒頭にも話した通り最初ヨーロッパのチームと組んでたんですよ。だから最初から別に日本だけでやるつもりはなくてヨーロッパと一緒にやっていた。しかも、東北大 その吉田教授の研究を使って やろうとしたんですけど、実は東北大の吉田教授の研究室も外国籍ばかりでこのプロジェクトやりたい人って言ったら外国籍しか手を挙げなかっただからもう最初からそういう環境でやり始めた。でグルーナエクスプライズってもグローバルでやってるやつでしたし、もうそういうなんだろうな、日本同行じゃなくてもう そうなってたっていうところではありますね。おそらく純粋な日本人だけの会社をマネージしたこう経験はないかもしれないないかもしれないですけど、こう多国籍チームをこう束ねるこう難しさってなんかどの辺にありましたか。そうですね、まあ、今も苦労してます今も大変です。まあ、やっぱり、まあまあ、よく言われることかもしれませんけど、まあ、やっぱり皆さんバックグラウンドカルチャーが違うのでそこでいろんな、違う考え方を、インクルーシブに、一つの方向に持っていくっていうのは、まあ、やっぱり大変だと思います。具体的になんか打ち手とか施策って、はい、そうですね、本当にあったらいい打ち手があったら教えてほしいんですけど、まあ、一つ弊社の場合ありがたいのはまあ、ビジョンが非常にアトラクティブであるというところで、月に行くっていうのはやっぱり多くの人まあ、社員にしてみたらもう、ノーススターなのでもうそれに向かって何があってもやり遂げようっていう人たちが多いっていうので、何かいろんな問題はありますがいろんな問題ありますが、まあ、やり遂げてくれるというところはあります。なるほど。ちょっとまあこう時系列的に引き続き聞いていきたいんですけど、じゃあ、 まあ会社作ってやりますって時に、まあ、さっきさらっと100億集めるみたいな話あったと思うんですが、こうし、まあ、なんだろう、前例がないじゃないですか。そうですね、前例がないし、まあ、構想もでかすぎて、これも資金調達の時のコミュニケーションってなんか どこを苦労してどう工夫されましたかね。そうですね、まあ、スペースの場合ですね、少し皆さんとの特殊性があると思っていて、それはまあそうですね、まああんまり外でペラペラ話す話じゃないんですけど、インキュベートファンドの赤浦さんがいらっしゃるっていうのはすごい大きいと思い、結果的に大きかったと思います。でやっぱり赤浦さんが100億調達しましょうって言ってくれたんですよね。で
自分もその時100億ってなんだっていう数その時の、事業ステージというかその開発状況で どういうステータスだったんですか。そうですね、その時、その話が出たのがですね、時間軸でいうと2016年ぐらいなんですよ。で2016年っていうとまだグーナエクスパイズの途中でローバーの開発してて社員とした多分十数名ぐらいですね。で、まあ、その当時から、まあ、こういうあのスポンサーシップ のビジネスをやっていたので少しクライアントもついて数億円規模の契約ができてたタイミングではあるんですけど、いきなり100億円ってなんだと後から聞いたら赤浦さんも100億円って言ったけど赤浦さんも初めてのことなんですよねまあ、ファンドとしては集められてましたけども、単一ベンチャーが集め資金調達としては初めてで、すごい大変でした。結局2年かかって、まあ、やはり最初から、まあ今の JIC 産業革新機構さんを、まあ、軸にしようっていう話があってたんですけど、産業革新機構さんに話しに行ったら、いやうちだけじゃ投資できませんと民間のパートナーを連れてきてくださいって言われてですね、十分にプールあるんだから100億ぐらい出してよという感じだったんですけど、出せないと言われてですね、でも必死になって他を集めるっていうですね、はい、2年間でした。なんか どこが一番引っかかってましたか、民間から集めるときってこう論点としては。そうですね、まあ、なかなか宇宙っていうテーマ自体がやっぱり投資の対象じゃないんですよね。なので、なかなか難しかったです。で、まあ、うまくいった理由はですね、まあ、赤浦さんがいらっしゃったっていうのは一つ大きいんですけども、それ以外でいうと、まあ、一つは、まあ、中長期的なビジョンをしっかりと持っていて、日本の産業がこれから宇宙産業で発展しそうだというようななんとなくのこう方向性が感じられる方は感じられる で、でただマーケットがあるだけじゃやっぱりダメ で多分、投資まで至った、まあ判断の、まあ、重要な要素だったのは、まあ、その時ローバーでしたけど、ローバーをしっかりと宇宙用に開発するできたと生きるメッセージをちゃんと持っていて、で、まあ、途中でですね、このグーナエクスプライズっていうので中間賞っていうのがあって、でローバーの技術が進んでいるチームに賞金が出たんですね。それを取れたので、あ、グーグルが認めたっていうふうになってですね、本来グーグルは認めたわけじゃないんですけど、そのエクスプライズっていう運営しているところが、まあ、判定してますけども、まあ、そういう分かりやすいこう、評価があったと。で、まあ、あと、まあ、ビジネスとしても、まあ、宇宙って全然売り上げなんて上がんないんじゃないかということを思われる方が多いんですが、まあ、こういったスポンサーシップでなんとか億レベル の契約をですね獲得できていたと。で、まあ、ビジネスをちゃんと作ってきたっていう、まあ、実績をですね認めていただいて、まあ、可能性があるので、まあ、かけてみようというところがあったと思います。では、まあ、あともう一つビジョン的なところで言うと、宇宙っていうのがこれからいろんな産業のプレイヤーにとってマーケットになっていくっていうことをですねずっと伝えてたんですね。これから人間が特に宇宙に住み始めると、我々の今 の生活を支えているすべてのモノサービスインフラが必要になりますので、宇宙企業だけじゃなくてですね、宇宙企業じゃないところにが入れるマーケットが出てくるということで、まあ、弊社の株主構成ですね、シリーズ A の時宇宙やってない JAL さんとか、ニコンさんとか鈴木さんとかそういったところがに投資をいただいたっていう、はい、経緯があると思います。これちょっともともと聞きたかったことを脱線するんですけど、やっぱ打ち上げバリューチェーンにおいて打ち上げ取られると結構しんどいじゃないですか、今みたいな話で打ち上げをやろうっていう話は出てこなかったんですか。はい、そうですね、そこはですね出てきてはいます、出てきてはいるんですが、自分の感覚値はですねそれやると死ぬと思っていてですね、打ち上げはですねまだまだ結構難しくて、まあ、自分も対外的に言ってはエンジンとか宇宙の技術っていうのはかなりもう陳腐化していて、まあ、50年以上もう変わってないんですよ基本の技術って。でなので、多くのプレイヤーが扱えるようになってるんですけど、ただやっぱり
うまく失敗なく扱うにはまだ時間かかるんですよ。でエンジンはよく生毛だと生き毛だって言われるんですけど、だからまだまだ結構難しい。で多分自分の認識イメージだと10年一声10年1000億なんですよ。なんとか実現しようとすると、でそれはさすがに自分は集められないと。はい、あのこのランダー、まあ、ランダーはできるが、はい、ランダーはまあ100億レベルで、はい、できる話なんですけど、ロケットはまた1桁上がってくるので、なかなか、あ、まあ、サイズにもよりますけどね、その堀江さんとかがやっているあの小型のやつだったらもちろんもう少しあの低い金額でできるっていうのはありますけど、やっぱりまだこう確立していないところ で逆にでですね、我々のランダーはあのやりやすいと思っていて、衛星で、あ、まあ、推進系我々持ってるんですけど、ロケットの推進系と衛星の推進系はちょっと違う、あの結構なんだ根本は同じなんですけど成熟度が違うと思っていて、で衛星の推進系はもう結構頻繁に使われてるんですね。でそれはできるのでしできますし、月面の着陸自体も50年前にやってるわけですよ。でなので基本的な技術は揃っているので、それをうまく組み合わせればまあできる。ただロケットは結構生ものなところも多いので、まだまだなかなか難しいかなっていうところでありますね。これまあさっき人の話も出ましたけども、これ採用やっぱりグローバルにやるときに、何だろう、この取り合う相手もねグローバルで強い企業になると思うんですけど、その辺のこう採用に向けた工夫とか、なんか戦いってどういうふうにやってましたか？そうですね、そこまでですね工夫してないっていうのがですね結論になってしまって申し訳ないんですが、まあ民間でこの月のミッションやるってなかなかプレイヤーいないんですよ、グローバルに。で、これ宇宙産業も少し特徴なんですけど、まあアメリカに正確に言うと競合はいます。でただアメリカの場合は輸出規制とかがあって、アメリカの企業の主体になっている企業の宇宙開発は基本的にアメリカ国籍しか取らないんです。なのでアメリカ国籍以外はみんなうちに来るんですね。だからヨーロッパとかの人が我々多いですけど、募集出せばまあそれなりに来ますっていうのがまあありましたので、まあそういう意味ではすごい楽をしてました。逆に日本はプールが少なすぎてなかなか採用できなくて、しかもね宇宙のエンジニアって JAXA さんとか三菱重工とか安定したところにいるので、なかなかスタートアップに飛び出してこようという人もいなくてですね、はい、日本人の採用めちゃくちゃ大変です。まあ、あえて日本人の方を取らなきゃいけない必然性もないから、もうフラットに判断されていた。そうですね、はい、なるほど。これだからあれですよね、こうグローバルで見ても唯一無二だから、まあ、勝手に人が集まってくる比較対象がないってことですね、求職者からしたら。そうですね、はい、の今状況になっているというふうに思います。なるほど。これまあこうやっても事業がどんどん大きくなっていくプロセスの中で、まあ、結構そのしんどい時期って何回かあると思うんですけど、一番しんどかった時期タイミングってどこになりますか？組織的にっていうこと？いや、もう全般的に。全般的にですか？そうですね、まあ、本当に起伏が激しくてですね、いろいろあるんですけど、まあ、お金の問題常に付きまとってますね。まあ、調達したとしてもやっぱり使う、かなり使うので早いペースで、なので、はい、常にキャッシュのマネージメントを頭を悩ませてますね。まあ、すぐに、まあ、調達した当時はいいんだけど、まあ、少し経つとやっぱり計画値が変わってくるじゃないですか。でそうするともうすぐにもうキャッシュを絞ろうっていう話になって、エンジニアにコスト削減しろとか、採用ちょっとスピ少し止めといてとか、そういうのを繰り返して、結構社員には苦労をかけているというか、ところもあるかなとは思います。それどこ、何を見て、多分皆さんなかなか難しい、誰を登用していいか、はい、なかなか難しいですけどね。何を観察すればいいですか？何でしょうね、まあ、結局基本的に、あ、まあ、外からの登用だと面談でしか分かんないじゃないですか。だからすごい難しいですよね。で、まあ、内部の場合は過去の働きとか分かるので、まあ、ちゃんと自分で責任取ってやりきったっ
ていうことを繰り返してきてるかなっていうのを、はい、見てはいるつもりです。で、まあ、最終的にはそうですね、なかなかこう明確な判断軸ではないんですけども、まあ、この人とやって後悔自分がしないということを自分の中でこう消化できるかっていうところかなとは思います。まあ、何かあったとしてもそれ彼をその人を言い訳にしない。ちなみにまあちょっと幹部レイヤーっていう適切が表現が適切か分かんないんですけど、そこはやっぱ内部昇格と外部からの招聘、比率としてはどんなイメージなんですか？ですね、まあ今の CXO でいうと、半々に近いのかな。今まあ 4名 CXO いるんですけど、まあ、あとアメリカとヨーロッパの拠点のまあヘッドも合わせてまあマネジメントとして考えると今6、まあ、自分の除いてなんだ、5名いて、一応3名は内部昇格みたいな感じですかね。で2名は外からまあそのポジションで取ったという感じですか、ね、外部から取るときのこう判断基準選び方ってどうなってますか？そうですね、まあ、さっき言ったようになかなか面談だけでは難しいんですけど、まあ、最終的にはまあこの人とやってまあ悔いを残さないと思えたところかなとは思います。まあ、最近だとUS のヘッドを雇ったんですけども、元宇宙飛行士の人で、まあ、アメリカ人ってこう独立精神強いじゃないですか。なのでなかなかこう採用難しいなと思ってたんですね。まあ、宇宙飛行士最終的に、まあ、宇宙飛行士だからっていうわけじゃないかもしれないですけど、まあ、宇宙飛行士のやっぱキャリアを持っている人を採用できてよかったなと思うのは、もともとリーダーシップあるんですよね。で、まあ、彼はあとベンチャーの経営とかもやってたので、まあ、経営のとこもやっている。でそういうアメリカの本当の素晴らしいリーダーシップを取れる人たちって実はフォロワーシップも取れて、特に宇宙飛行士は宇宙はもうコマンダー決まったらその人にフォローするんですよ、命かけて。でそれができるので、だから自分を、その人が従うと決めてくれたらフォロワーシップがなるので、まあ、アメリカはなかなかやりづらいですけど、機能する形が作れるかなと、はい、個人的には思って採用しています。なるほど。これもこう、まあ、ずっと経営してきてて、何かこうベンチマークにした会社、参考にした会社とかってあったりしましたか？なかなか参考にできる会社がなくてですね、まあ、自分自身もこう起業したり経営するのは初めてなので、こう何か参考にできればいいなと思ってたんですけど、なかなかなくて、はい、困ってはいましたね。どういう頭の使い方で経営の舵取りをしてきたんですか？そうですね、まあ極論言うとですね、自分マネージャーの経験もないんですよ。だからマネージャー教育もちゃんと受けてなくて、なかなかこう経営というか、そもそも人をマネージするっていうことは難しい経験がなかったんですけど、大きな組織とかグループとかで、まあ、ただ多分自分がここまで来れたのは、まあ、よく いろんな方からも言われるんですけど、なんか袴田さん変わった経営者だよねって言われるんですよね。で、まあ、それはもう ある方に言われたのはオーセンティックリーダーシップだって言われたんですけど、なんだろうな、こう自分自身をさらけ出して、うん、素直に、コミュニケーションを取っていくスタイルっていうところで、まあ、みんながこう集まって、まあ、どちらかというと助けてやろうと助けてあげたいというふうにまあ思っていただいて、こうそれが結果的にこ うまくマネージできているというように見えているという感じなのかなとは思う。つまりですよね、構想が大きくて目標が高いからこそ助けようっていう、そうですね、その組み合わせかもしれないですね、はい、そうですね。なので、はい、そういったところは、はい、あると思います。自分なりの分析の中でも、ただそれを、まあ、自分だけじゃなくてこう組織としてもやっぱり
あった方がいいかなと思っていて、ちょっと離れかもしれないですけど、まあ、会社でカルチャーとか定めるじゃないですか。で、まあ、バリューとか、まあ、ビヘイビアとか定めますけど、まあ、ビヘイビアのところで Get People Involved っていうのを作っていて、人々を巻き込んで潮流を作っていくんだと。で、まあ、そういうのを結構組織としては大切にしながらやっていったらいいんじゃないかなと思って、はい、やってます。なるほど、ありがとうございます。ちょっと僕からまだ聞きたいことたくさんあるんですけど、一旦、はい、会場の方ですかね、質問募りたいと思います。 JAXA の、その予算規模とか、全体的には多分 NASA の100分以上の、その1のそのくらいの、その規模なんですけども、じゃあ日本全体的に将来の宇宙の争いの、その中に国の予算をどうやって、もうちょっと増やさないといけないというのが自分も思ってると思うんですけども、じゃあそこは袴田さん的にはどういうふうに働けて、まあ、どこまで引き上げていくべきという感じでしょうかね。そうですね、まあ、どこまでというのは明確にまだ言えないかなとは思うんですけども、まあ、今、まあ、数字的なところで言うと、まあ、NASA の10分の1ぐらいですね、日本の予算って。で、まあ、日本の今宇宙予算がだいたい JAXA とそれ以外を含めると5000億ぐらいになってるんですね。はい、で NASA は多分、まあ、為替問題ありますけど、まあ、2兆円か3兆円ぐらい年間使ってて、でアメリカの特徴はあと軍事費があって、はい、DOD とか国防費がで宇宙使ってるのがまた NASA と同じぐらいあるんですよ。で、まあ、かなり大きなギャップがありますと。で日本はこれからまあ予算多分増やしていく方向には なりそうで、でまず防衛費が増えていきますと。で、それがいきなり数千億いきなり入ってくるとかですね、そんな感じになってますと。で月に関してはまだこれからなんですけども、まあまあ、我々がこう事業をやっているっていうのもあって、まあ政府としてもその月の事業化っていうのに関心を持ち始めてくれているので、最近この宇宙基本計画っていう内閣府が作っている基本計画っていうのはあるんですけど、そこに3年ぶりぐらいに改定がされて、前のバージョンだと月面っていう言葉が8回しか出てこなかったんですけど、今回改定されて48回出てきたんですまあそんだけこういきなりこう上げようとしていると。はい、なのでまあ大きくなっていく方向にはありますけど、まあやっぱり NASA との差がそんなにねすぐに埋まるわけではないと思いますので、まあ iSpace としては日本だけでやっぱり生き延びれないので、アメリカ、まあそしてまあヨーロッパ、この3極でしっかりと売り上げの構造を作っていくということが重要だと思っています。なるほど、ありがとうございます。で次はね、そのカルチャーのその方なんですけども、多国籍のそのメンバーがむしろ外国のその方が多くて、全体的に例えばアメリカのその方、よくスタートアップ界隈でもアグレッシブなその主導とか、もしくは結果主導その方、まあもちろん iSpace も結果主導だと思うんですけども、じゃあマネジメントするときに袴田さん的には全体的にカルチャーはもうちょっとアグレッシブのその方、結果主導のその方に偏っているのか、それでも、もうちょっと結果主導は変わらないと思うんですけども、もうちょっと穏やかなカルチャーなのか、そういう考えはありますか。はい、そうですね、まあ、どちらかというと、まあ、穏やかな方だと思います。で、まあ、結果を出すことは重要なので、うん、まあ、その方向に持っていきたいちょっと気持ちもありつつも、こう宇宙業界、こう宇宙の事業の時間軸が長いんですよね。 IT みたいにすぐ何かやって結果が出てっていうのはないので、まあ、どうしてもその結果を追うと、もう 2,3 年後の結果で、それに対してどうこう結果せ、まあ、なんでしょうね、評価するかって難しくてですね、うん、なので、まあ、どうしてもこうプロセスワイズになってくるところは、はい、なのであるかなとは思っています。で、そうですね、はい、まあ、ただそうは言うものの、まあ、マネジメントとしてはやっぱり結果をちゃんとマネージしていかなきゃいけないので、なんとかこう、アウトプットをマネージ、アウトプット そのサイクルをなるべく短くしてこう評価をして、よりこうアウトプットが加速していくような仕組みをなんとか模索していかないといけないかなとは思ってはいます。了解です、ありがとうございます。最後の質問なんですけども、それ多分野本さんも含めて一緒に聞きたいんですけども、とは僕の一つの理解は、日本ではアメリカのそのようなセカンドリー そのマーケットがあんまりない、つまり IP を上場する前の株のその株、なんていうの、
セカンドリーのその調達のその方がちょっと難しいということと思っているんですけども、実際将来的にそこら辺、まあ、今すでに助用したと思っているんですけども、その時に例えばセカンドリー その調達とか、もしくは、将来ここら辺がどうなっていくとか そのトレンド的にはどうなっていくんでしょうか。2人 その見解をちょっと聞きしたいんですけど。そうですね、どちらかというと野本さんの方なんじゃないかなと思いますが、そうですね、まあ、今やっぱり、まあ、自分たちがその2017年に100億調達した時から比べると、まあ今日本の VC の市場ってのはすごい良くなっていてですね、調達しやすい環境になってるかなと思います。で、まあ、政府とかでもまあいろんな議論があって、調達しやすい環境っていうのは出てきているかなと思いますので、まあ、やりやすくはなっていると思います。ただ、まあ、宇宙ベンチャーが必要な額ってやっぱり100億単位になってくるので、それを毎回毎回継続的に、まあ、調達し続けるっていうのはイーロンマスク、まあ、イーロンマスクはまた桁が一つ違いますけど、スペース X はなかなかまだしんどいかなっていう直感的なところありますが、いかがでしょうか。そうですね、僕も結構宇宙系は見てるんですけど、まあ、さっきも始まる前に、ね、ディスカッションしてましたけど、じゃあ宇宙に行って何をしたいのか、でそれが何の課題を解決してどういうお財布があるのかっていうところをなんかもっとクリアにしなきゃいけないなっていう話は、まあ、してますね。なので、まあ、今後小型衛星がどんどん増えていくって話は、まあ、あるんですけども、何のために飛ばすのか、それが地表の解析なのか通信コンセなのか、なんか、そこのやっぱこうデマンドの解像度がもっと上がってくると、まあ、それだったらこんくらい投資できるっていう風に日本は盛り上がっていくのかなと思ってます。ちょっと US の場合は、まあ、イーロンマスク含めて、なんだろうな、もうすでに大富豪がたくさんいて、うん、なんだろう、かけ捨ての投資であんくらいの規模に至っちゃうパターンがあると思っていて、なので日本はもうちょっとエコシステムがもっともっと成熟して大きくなっていかないと、ああいう大胆なお金の使い方っていうのはちょっとまだ早いのかなっていう感覚あります。ありがとうございました。クレイジージャーニー拝見しまして、目頭が熱くなるぐらいすごいワクワクする内容で、今日お会いできるのをすごい楽しみにしてました。ありがとうございます。私からメンタル面での質問が2つあって、すごくその印象的だったのが、月面に着陸できたら泣くと思ってたけど意外とそこまでのテンションではないっていうお話をされてたのがすごく印象的で、今までこれだけ壮大な事業をやってきて一番過去に心が高揚した瞬間はいつなんだろうっていうのをすごい気になったんですね。っていうのと、もう一つは反対に、まあ、その月面着陸が失敗した時におっしゃってたのが、まあ、全然前向きにポジティブに捉えてますっていうふうにおっしゃっていて、なんかこう過去に心が本当に折れたことがあるのかなっていうことと、もし本当に折れたことがある場合にどうやって立て直したんだろうっていうのがすごい気になったので、この2点をお伺いしたいなと思いました。そうですね、まあ、自分の特徴としてですね、あんまりなんだろうな、感情の起伏がないっていうのがあってですね、前職の時も言われたんですけど、全然怒んないですね切れないですねっていうのがあって、そうですね、まあ、その一方そのポジティブな感情もあんまなくてですねだから起伏がないんですよね。なので、まあ、それでまあ安定してずっと運行できるっていうのはまあ強みだとは思うんですけど、まあ、そうは言ってもまあ嬉しいタイミングとかでもちろん調達できたり、いい人が取れたり、あります。で、まあ、大変なことの方が多いので、なかなかそればっかりハイライトしていられないっていうのはありますけども、はい、で心が折れそうになった時ですけど、まあ、なので自分自身あんま折れないんですよね、うん、で、まあ、一つ自分が、まあ、折れたケースじゃないんですけど、コミットを完全に決めたタイミングがあってですね、今まで話出てないんですけど、エンジェル投資家に最初会ったんですよ、赤原さんの前に。で、何もない時に数千万株式はいらないので、3000万寄付します、5000万貸します、うん、でもし将来的に株式発行することがあればちょっと考えてくださいと。でその話を受けて、じゃあ、それをやるっていう議論をした時に言われたのが、鎌田さん、その時グーナイエクスプライズのみだったんですね、
グーナエクスプライズをやるためにこうお金が必要なんだよねと。でも本当に袴さんがやりたいのは宇宙産業を作ることだよねと。でそれは日本のためになる、世界のためになる。でそれをやってほしいって言われて、あ、これで自分抜け出せなくなったと思ったんですけど、でちょっと悩んだんですよ。で、まあ、その時も結構お金も尽きてた頃だったので、個人的にもですねなんかその時ボランティアのメンバーにも、いやーこういういい話あるんだけども自分も結構疲れてきてる気がするんだよねとだからこれ受けるかどうかちょっと一回ちゃんと考えるわって言って、受けないかもしれないみたいなところまで書いたんですけど、多分それ書き終わった時点で、あ、これやろうと思ってたと思うんですけど、まあ、そこでもうこれ一生抜け出せないし、まあ、せないっていうふうに決めるのはいけないんですけど、これ自分コミットすることなんだと。でスラムダンクである断固たる決意っていうのがですね、その時なんか分かった気がします、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございます。ビーミングの次郎と申します。僕自身もすごい宇宙大好きでワクワクして、クレイジージャーニーもめちゃくちゃ興奮しながら見させてもらいました。2つちょっと質問あって、1つ目がやっぱりこのビジネスってものすごいおっしゃるようにお金たくさんかかるんだろうな、これからもまだまだかかるんだろうなって思った時に、先日上場されたと思うんですけど、上場した後にもまだ正直必要だなとは思っていて、そうなった時に上場の後の次のこう大きな資金調達って どういう方法をお考えになっているのかなっていうのと、まあ、もう一つその資金調達の方法としてキャッシュを生んでいくっていうことであると思うんですけど、いよいよこう本格的に営業をこれから着陸以降やると思うんですけど、どういったところにどうなんかやろうとしてるのかなっていうのが、すいません、お金回りが一つ目です。はい、はい、そうですね、お金回り、まあ、通常 IPO した後はPO とか、うん、パブリックオファリング通常のをやっていくっていうのが、まあ 基本というか、まあ、一つやり方だと思います。で、まあ、あとは、社債を発行したり、銀行ローンがしやすくなったり、まあ、いろんなツールが手に入るっていうことが、まあ、IPO の、まあ、親にとってはやっぱり資金調達が非常に重要だと思っているので、IPO すること自体が重要ではなくて、その先の、まあ、そういった、資金調達のツールを数々得られるっていうのが、まあ、大きなメリットかなというふうに思っています。で、売上のところでいう と、実はですね、上場する時点で、契約上過去から、100億円100ミリオン US ドルぐらいのですね、実はもう契約があるんですよ。まあ、一番大きいのは NASA の、契約なんですけども、で、まあ、これからさらに増やしていかなきゃいけないというところで、まあ、途中でもご質問に出ましたが、まあ、やはり政府調達がこれが始まっていくので、まあ、それをしっかりとキャプチャーしていく。で、まあ、特に NASA はもう始めているので、それをまずは取りに行く。で、まあ、我々が大きな契約を得たのも NASA がそのサービス調達をやっていて、月面輸送、民間月面輸送サービスっていうのをやっていて、それで、2018年から10年間で、2.6ビリオン US ドルなんで3000億4000億ぐらい、民間から年複数回 2,3回、1回100ミリオンぐらいで調達する、契約するっていうのをもう発表してるんですね。まあ、それ以降先日取ったんですけど、これがまだ続いていくので、まあそれをしっかりと取りに行くとかですね、そうやって大きな売上を上げていって、まあただ我々としてはその政府だけで事業をするわけじゃなくて、こう民間のこれから産業のインフラができていくと思うので、産業界のプレイヤーをいかにこう初期の技術開発のミッションを作ってやっていくかというふうに、まあチャレンジをしていきたいというところです。ありがとうございます。ちょっと2つ目がですね、途中なんかランダーをやるやらないみたいな意思決定があったっていう話の時に、最終的にはランダーをやらないっていう方がむしろビジネス上のリスクになるっていうお話があったかと思うんですけど、それがちょっとどういう意味というか考え方があったのかなって、ちょっともう少し。はい、はい、そうですね、さっきロケットの話も出ましたけど、やっぱり地球に近いところで輸送やってる方が強いんですよね、うん、で、着陸船、まあロケットをやっぱり抑えるのは一番いいんですけど、まあ、スペース X がいるので、まあ、それなりにもう安定してその、サービス自体は提供されるだろうということで、まあ、そこをやる、のは、まあ、大変なので、まあ、そこをやるという意思決定はしてないんですが、着陸船のところは、
我々もし着陸船持ってなければ月に行くっていうこと自体をコントロールされてしまうんですね。で、その例えば他社に頼んでた場合、その他社が例えばミッションが1年後になりますって言われたら、我々のお客さんがその1年後に必ずしも行きたいと思ってるわけではないかもしれないですし、我々がコントロールできるところが非常に少なくなってしまうというのがあります。で、あとはもう少し中長期的に考えると資源開発とかを考えて、やっぱり資源に到達できる能力を持っているっていうのは一番交渉力が上がるところですので、まあ、それを確保するためにも、まあロケットはできないんだけども、まあ、その月面まで行く輸送のところはまあ抑えに行くというのは合理的かなと思っています、うん、ありがとうございます。黒沢の樋口と申します。弊社ロボティクス の事業をやっているんですけども、やっぱり、まあ、宇宙って、まあ、ロボットもそうなんですけど非常に不確実性が高くて、まあ、開発もうまく進まないみたいなところがあると思うんですけど、まあ、そういった中でやっぱりある程度マイルストーン決めて、まあ、進めていかないといけないというところで、まあ、その、まあ、社内のチームのメンバーだったりとか、あとは、まあ、投資家さんだったりとかへのこう期待値の調整だったりとか、こうマネジメントで、まあ、意識されていることだったりがあれば教えていただきたいです。そうですね、まあ、今上場しちゃったのでなかなか全株主はできないんですけど、まあ、例えば取締役会レベルだとなるべく開発の状況も共有してます。で、でまあ、その時々に、まあ、問題は起こっているので、まあ、それをちゃんと共有して、まあ、期待値の調整といいますか、はい、うまくいっているところといっていないところがあるというところは、まあ、認識をいただくように、はい、しています。で、まあ、今対外的には、まあ、大きなマイルストーンを提示をしてます、まあ、宇宙開発の場合ですと、そうですね、ちょっと難しい話になるかもしれないですけど、システムズエンジニアリングというですね、プロセスに分けて開発をしっかりと進めていくもうやり方があるんですね。特に宇宙開発の場合はすごい大きな人数で、一つのシステム、大きなものを作っていくので、もうなんだろう、すごい定義をして、そこの一人が抜けてもすぐに変わって全体が動くようにシステム化されていてですね、そういうのがあるんですね。で、まあ、それに沿って、まあ、余分なところは我々も覗いていきますけども、レビューのポイントとかがあったりするので、まあ、そういうのをちゃんとやる、どこまで来ましたっていうのを、まあ、開示するようにしようとしています。はい、ありがとうございます。あとチーム内、社内ではどういった形ですか？そうですね、社内はまあ、エンジニアのチームはエンジニアのチームで、そのプロジェクトとして、プログラムとして常に共有を進捗とかですね、していますと。で、全社員向けにはですね、まあ、これは開発だけじゃないですけど、まあ、全社ミーティングを月2回やっていて、まあ、そこで進捗っていうのを共有をしてたんですけど、細かいし結構大きな、なんだろうな、話については最近ですね、上場したのでインサイダーになるっていうことでなかなか共有が難しくなってですね、どうしようと悩んでいるところです。なるほど、ありがとうございます。お話ありがとうございます。先ほどですね、事業領域を、まあ、宇宙に絞られたっていうところで、やっぱりその応用できるですね、領域、まあ、キャッシュポイントをこう前倒しにできるところもあったのかなと。でも絞ったことによってやっぱり良かったなっていうところが、こう実感であったり、その実際の資金調達をしたときに、まあ、ヘルプになったりというのがあれば教えていただきたいのと、あとやっぱり上場の時にその確かダウンラウンドだったかなというふうに伺っているんですけども、やっぱりレーターステージでかなりこう厳しい投資家の方っていらっしゃったと思うので、そのあたりのこう、まあ、苦渋の決断ですとか、まあ、そういったところ、まあ、お話しできるところがあればお聞かせいただけたらなと思います。はい、一つ目なんでしたっけ。はい、一つ目はこう事業領域を絞った、絞った、はい、そうですね、しょうがね、まあ、リソースが分散せずに良かったのかなと思います。多分、地上とかやっていたらまた違うリソースが必要になって、で例えばこう、
打ち上げが伸びたりしたときに、じゃあ一番カットしやすいのはどこだってなったときに、そういったところが対象になっちゃうので、ただ我々の場合も打ち上げ向けて全員がやっていて全員カットできないんで、なんとかやりきるしかないっていう、はい、そういう求心力にはなったかなというふうには、はい、思います。ありがとうございます。他質問ある方、後ろに並んじゃってください。ペイレスゲートヤズと申します。よろしくお願いいたします。当社もハードウェア作っていてですね、結構資金が必要なビジネスでして、ちょっとまたその調達周りのところをお伺いしたいんですけれども、今後多分今のビジネスを続けられても、数百億みたいなお金が必要で、もしこう事業領域引き広げると基本的には先行的に結構大きな調達が必要になるビジネスだと思ってまして、その上場市場としてこう日本を選ばれた理由をお伺いしたくてですね、かなりこうお客様もNASA とかアメリカが多いですし、コストベースも、結構ドルとかが多いんじゃないかなと想像するんですけど、こう日本とかアメリカとかいろいろこう選択肢がられた中で、こう日本を最終的にこう選ばれたみたいな背景でお話しいただけるところがあればお願いいたします。そうですね、そこは どう答えしたらいいかな。なんでしょうね、あんまりその当初から米国に行くことを考えてなかったっていうのはあります、で、なんでしょうね、やっぱり早期の IPO を目指していたので、なかなかそのナスダックとか行くっていうのがあんまり現実的に多分思えてなかったっていうのがあると思います。で結果的にも良かったと思って、だからといって別に将来ナスダックとか行かないっていうわけじゃないんですけど、そこは何でしょう、何か意思決定が明確にあるわけじゃないんですが、米国の場合いろいろな上場の仕方もあって、例えばスパックとかもありましたけども、結果的に通常の IPO を日本でやってよかったと思って。スパックも非常にいいツールっていう面もありますけども、残念ながらスパックで上場しているですね、宇宙ベンチャーのがあんまりうまくいってないっていうのが今のところありまして、いろんな理由があると思うんですけど、必ずしもスパックだけじゃないと思うんですが、理由がなかなか楽だからといってそこに飛びつかなくてよかったなというふうには、思っています。で、自分としては投資家も日本の機関が多いですし、まずは日本の日本を中心とした資本市場でやっていって、もし必要であればナスダックとか目指していくっていう形でいいのかなというふうには思っています。ただその IPO の時も実は海外の機関投資家も相当回ってまして、さっき言わなかったんですけど、やっぱり結果的にこの調達額は抑えましたが、実はもともともっと大きな調達をしたいというのがあったので、もう最初からこのグローバルで、やっていくために、インフォメーションセッションもですね4回ぐらいやってまして、グローバルで、海外のしかもナスダックには行かないものの、それでも日本株見ている人たちもいるので、そういったところに、投資をいただくように、コミュニケーションをしてました。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。本日はお話ありがとうございます。私はブロックチェーンとかデジタルアイデンティティ周りの事業というベースラブ藤森と申します。今日非常に面白い話で、特にちょっとこう事業面のお話とかもちょっとお伺いしてみたいんですけれども、結構宇宙領域って割とこうフロンティアで、これからいろんな産業が立ち上がっていくって言われている中で、今やられているそのペイロードとかデータとかセカステーションとか、そういった今やられている事業を選ばれた、なんかもしくは理由だったりとかがあればお伺いしたいなというところと、なんかその上でこう、検討したけど実現には至らなかったアイデアとか、ちょっとまだ早いけど今後盛り上がってくるんじゃないかみたいな事業のアイデアとか、なんかそういったところがあったらちょっとお伺いしてみたいです。はい、そうですね、ペイロードから始めたのは単純で、まずは荷物を月に輸送していかないと何も話が始まらないというところで、輸送サービスから始めています。で、自分が思うには、月のその、開発のために4大インフラがあると思っていて、ロケットは除くんですけど、輸送、
月まで行く輸送ですね、今我々がやってる。であと通信と、あと測位って言われるんですけど GPS みたいなシステムと、あと電力、これをどういう順番でどうやって抑えるかが結構重要かなというふうに思っています。で、まあ、それが多分、まあ、そのインフラが必要ということはそこにニーズがあるはずなので、まあ、それをこ う, うまく事業化をしていくということかと思います。でも、まあ、電力とかその通信測位もまず月に何か物を運ばないとそのニーズは出てこないので、まあ、まずはやっぱり輸送が最初なのかなと思ってます。ありがとうございます。すみません、ちょっともう一個だけ、そういった意味で言うとまさに今ペイロードから始められているっていうのは段階的にこれからどんどんそのインフラ全部をこう網羅されていく、iSpace の中で網羅されていくって考えなのか、それとも今後どんどんこう競合とか他のところに出てきてもらって協力しながら作り上げていくみたいなのかというと、どういった未来を、はい、そうですね、まあ、一番大きなコンセプトとしては、まあ、いろんなプレイヤーが出てきて協力しながら作っていきたいというふうには思います。まあ、弊社輸送もですね、まあ、弊社一社で賄えるかって言ったらそうじゃないと思ってますし、まあ、そもそもマーケットって一社で独占できるようなマーケットってあんま大きいとは思わないので、まあ、ある程度競争優位を作っていくというのは重要だとは思いますけど、複数のプレイヤーが生き延びれるというか、まあ売り上げを十分に上げれるようなマーケットを作っていきたいなというふうには思っています。ありがとうございます。オンラインからの質問なんですけど2つありまして、1つがご自身が考える理想的な経営者像とリーダー像、もう一つがカルチャーデックをどういうふうなプロセスで作ってどれぐらいメンバーを巻き込んだのかというところと、カルチャーの浸透というのをどうやったかというところをお聞かせ願えますか。はい、まあ 理想像、経営者の理想像はですね、あんまりこの人個人っていうですねのがなくてですね、まあ、自分自身のこうリーダーシップもそのオーセンティックでちょっと変わっているので、なかなかこう孫さんがいいとかですねなかなかない、柳井さんがいいとかないんですけど、まあ、それぞれ皆様やっぱり活躍されている経営者の方々は素晴らしいところがあるので、まあ、それをちょっと一つ一つこうピックして自分のものにしていけたらなというふうには思っています。まあ、ただそうはいうものの、なんか最近ちょっと少しこう関心を持っている人でいうと、まあ、過去の人なんですけど、ソニーの森田敦夫さんですかね。まあ、ソニーっていうのを本当にグローバル、まあ、アメリカを中心にグローバルな企業にしたっていうところはですね、すごい関心を持っています。まあ、実は森田さんの実家の財団の奨学金でアメリカに留学行ったっていうのもあるんですけど、はい、ちょっと、はい、少し、アタッチメントというか、はい、あります。で、でもう一つがカルチャーですね。カルチャーはですね、まあ、正直言うとめちゃくちゃうまくいってるかっていうとそうではないかなとは思ってます。で、まあ、今カルチャーってあるんですけど、それを作ったのはですね3年ぐらい前ですかね。で、実は2回ぐらい作るの失敗してるんですよで、3回目の正直でなんとかいったんですけど、まあ、その時は HR の、ヘッドの人にリードしてもらって、まあ、その HR の人は、まあ、昔から HR でいろんな企業やっていて、で会員リードしてもらって、社員を巻き込んでやりました。で、社員にですね、その、まあ、まあバリューを決めるっていうのが一番大きかったんですけど、バリューをのアイデアをもう、出してもらって、でそれにランキング優先順位を投票してもらって、そのトップ5ぐらいからまあ3つ選んだっていう形ですね。で、はい、でそれと、まあ、あとさっきの行動指針になる、うちだとなんだウェイって言ってるんですけど、それ3つあるんですけど、あ、ちなみにバリューはですね何になったかというとダイバーシティ、リスペクト、インテグリティですね。で、ウェイはウェイも3つあってですね、実はこのウェイはですねもともと自分がバリューにしたかったものなんですよ。で、自分でその前の段時に自分ですごい考えて、これがいいんじゃないかと自分はこういう組織にしたいというのをなんとかまとめ上げたものが3つだった。でそれを、ね、持ち出したら HR の人に、あ、 HR だったかな、経営陣にかな、
で、いや、これはバリューじゃなくてウェイなんじゃないのかですね。そこどういう使い分けなんですか、社内では。はい。で、まあ、そこのですね、浸透が実はあんまりうまくいってないっていうのは実の課題で、そこは課題です。なので、その使い分けがうまくいってるかっていうと、まあ、いってない面があんまり明確にこう使い分けられてない。ただ、最近、まあ、ここ1、2年経営陣とも話してて、やっぱりなんか、ウェイの方が、この組織にマッチするよね みたいな話になってて。でも3つあるんですけど、1つは、prove by action。結果を示していこうと。小さくてもどんどん結果を示していこうと。まあ、スタートアップらしくですね。で、宇宙の場合、すごい時間軸が長いので、どんどん結果を出していく。で、2つ目が、go beyond convention。で、まあ、イノベーションということなんですけど、まあ、このイノベーションは技術のイノベーション当たり前なんですけど、組織とかビジネスの仕方とか人事とかイノベーションしていかないと、この古い宇宙業界で、大きな企業が多い中、なかなか勝てないだろうという思いがあります。で、あとはさっき言った、get people involved ですね。で、こっちの方が、iSpace のなんか行動様式としては、すごい合ってるんじゃないかっていう話はよく、はい、経営ではしてますが、社員からはそこまであんまりフィードバックが 残念ながら取れてないっていうところがある。はい、ありがとうございます。あっという間に時間が来てしまいました。最後にメッセージいただきたいと思うんですけど、ぜひ、さっき事前に喋ってた、メッあセーれジでとすか、はい、ね。含めてはい。お願いします。そうですね。多分こういうのことあると思うんですけど、まあ、スタートアップですね。まあ、大変だと思います。で、まあ、それぞれがビジョンを持って、資金調達して売り上げて、社会に貢献するような事業を作っていきたいというふうに思われていると思います。で、その思いをですね、大切にしていただきたいんですが、そう、まあ、今の時代ですね、まあ、そのスタートアップをやっていく、まあ、非常にいい、世の中の転換点かなというふうに思ってます。で、その時にはぜひですね、新しい産業を作るんだぐらい、新しいマーケットを作るんだというぐらいの気持ちで、やっていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、まあ、個人的にはですね、まあ、宇宙の場合は特にそうなのでそうなっちゃうんですけど、まあ、日本のマーケットだけでですね、生きていこうっていうのはなかなか、まあ、我々は難しい。で、しかも月の産業ってまだないんですね、マーケット。ただ、大きな世の中の流れとしては、そこに産業マーケットができていく流れが見えつつある中で、一歩思い切ってそのマーケットを作るには、どういうマーケットができて、それを作るにはどういうアクションがこれから必要なのかというのを、自分の中でこう考えていくことで、他者と、すごい、同じ方向性を目指している他者との差別化もしやすくなっていくと思いますし、何よりも自分たちでマーケット作れば、自分の考え方ですね、結構もうマーケットの構造を見えているので、かなり競争優位があると思うんですね。これをこう動かせばこれができるからこうやろうということが自分たちで判断できて、相手がこう動いたから自分たちこうしなきゃじゃなくて、常にプロアクティブに動けると思うので、そういったところもですね、もう一歩踏み込んで考えていただいて、果敢にチャレンジをいただくのがいいんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。というわけで、はい、iSpace の袴田さんでした。皆さん、拍手お願いします。